揮できるっていうか、要だからほら力が入りすぎる、いらん力入れんなってこと、力むなっていうのは、そうそうそう、うん、だからやっぱりどっちかっていうとポカーンとアホな方がいいよね。だからあのやわらちゃんでもそうですけど、パンパンパンって試合前に叩いたりするでしょ、うん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 、あれっていうのは叩いてニコッとしてんな、そう言ったら、あ、そうですかね、してない、いや、どうやら選手によってばらつきあるんやと思いますよ、やわらちゃんニコッとしてるようなイメージあるね。いや、叩くんで昔知り合い のラグビー選手が試合前ビンタするじゃないですか、はいはい、ビンタなんか仲間にバンしてもらって、はい、それで気失って試合しようって出たの某社会人リーグでおったけど、最低やな、そいつ、まあまあ言うたらねちょっとした有名人なんです、はい、そうかそうか、あー、いいこと聞いた、はい、で、これからまあ笑顔増やしていくことに、でも笑顔増えていったらあれやね、あの子供たちもみんな明るく元気になって不幸に走らない、そうですね、大人もだんだん元気になっていたら、そうですね、栄養の中になるかな、そうです、うん、みんなが笑顔になったら素敵だなって思ってこのお仕事をしております。そうですか、たまにこう、何て言うの、思いっきりブスッとしたい時ないんすか、ブスッとしたい時、もうずっと笑顔やん、不意つかない時ないですか、一人で電車待ってる時にもうスッとしてる時、知り合いにも一気に笑い出したとかそれないですか、ものすごいスーなる時って、スーなる時、すごいこう悪魔のような顔する時ないんすか、 ありますよ、あ、どんな時ですか、それは、え、子供を怒る時、あ、子供いてあるんですか、3人、小中高、あ、高、うん、小中高、うわ、見えない、見えないっすよね、お若い時に結婚されて、いいえ、そういうことにしておきます、子供も、うん、子供もやっぱ笑顔なんですか、そうですね、うん、結構笑って、でもええよね、笑顔にされてるだけでこう、いや、そりゃそうよ、そう、楽しいよね、うんうん、このバーもなんか結構そうそう、やわらかく華やぐというかね、うん、そうですか、どうもありがとうございます、ちょっとすいません、あの世の中、はい、みんな、はい、いろんな人いてるんですけども、苦しんでる人もいてると思うんですけど、はい、なんかメッセージを、はい、一番伝えたい方に、伝えたい方は、はい、もう本当に皆さん、もう一人でも多くの方が笑顔になっていただきたいと思うんですね、はい、ただ笑顔になれ笑顔になれって言われるだけだったらしんどいと思うんですけども、やっぱ笑顔の効用っていうのを知っていただきたいですね、自分にとってどれだけいいか、周りにとってどれだけいいかっていうことを、はい、そしてみんなに元気になって、そう、どの辺でやってるの、セミナーっていうのは毎月とかやってるんですか、あの毎月決まってるのは自衛隊さん、伊丹の自衛隊さんに、自衛隊に笑顔、はい、そうなんです、なんで自衛隊に笑顔なんですか、やっぱり厳しい顔でずっと来られてますよね、うん、そうすると厳しい顔がもう表情癖になってしまってるんですね、うん、そうすると脳の働きも体の働きも悪くなりますし、あ、そうか、一般社会に出られても違和感とか圧迫感を感じられるっていうことで、うん、はい、そうですか、あのごめんなさい、あの最近ですね、この番組の中でゲストの方にプレゼントを出してもらうことになってるんですけど、はい、なんか持ってきてもらってますよね、皆さん無理にとは言うてないんですけど、あ、ま、マジですか、本当ですか、いやいやいや、いやいやいや、ごめんなさい、いや全然無理にはいいんです、はい、本当ですか、何かありますか、私が出せる方、何かありませんか、何か電話持ったら家の前で笑顔するとか、10分間笑顔する、そうですか、何でもいいです、あ、例えば、あ、笑顔のセッションを、はい、例えばな、サービスでなんぼな、例えばなんぼのところをなんぼにしますとか、はい、何でもいいです、そうですね、じゃあ、あのご相談させていただきます。要相談ありで、要相談ありで、はい。わかりました。ほんなら、上田さんに笑顔の、セミナーを、していただきたいと思う方は、はい、こちらの方に、お名前、電話番号、住所で、メッセージの方お書きの上、メールをお送りください。はい。はい、それでは、どうもありがとうございました。ありがとうございました。なんや朝からその